もうすぐ卒業しちゃうけど、何かやり残したことがありそう。学生のうちにやっておくと得をすることとは何でしょう。皆さんこんにちは、モップです。今回は学生のうちにやっておいた方が良いことを7つ紹介させていただきます。イラストを描く人にとってはもちろん、どんな学生も知っておいて損はない情報をお伝えしますので、ぜひ最後まで聞いていってください。また、学生以外の方にも知っておいてもらえればどこかで役に立つ場面があるかもしれません。知っているかどうかだけで何万円も得することがあったり、卒業してからでは手に入らないものがあったりしますので、ぜひお聞き逃しのないようにお願いします。また、情報については調べながら制作していますが、新しい情報が出たり、他にもっとお得な情報があったりする可能性もありますので、興味があるものに関してはご自身で詳細を調べてみてください。それでは今回の動画の目次です。卒業までにやっておくべきこと。1、2、中高生向け。3、4、大学生、専門学校生向け。5、6、7、全世代向けです。中高生の方もぜひ大学生、専門学校生向けや全世代向けまで聞いてもらえると、これから先でどういうことが起きるのか、どういうことをすればよいのかという指針になるかと思います。ちなみに僕は小中高イラスト芸術全く興味なし、イラストの練習を始めたのは20歳頃で、当時の画力はこのくらいでした。今の画力はこのくらいです。このチャンネルでは僕が初心者から独学で上達する上で学んだことなどについて発信していきます。早速本題に入っていきます。中高生向け。1、勉強、かっこ卒業。いきなりそれかよと思うかもしれませんが、我慢して少しだけ聞いてください。多くの大人が勉強しなさいとか、もっと勉強しておけばよかったというのには何か理由があるなと気づいた賢い人なら理由がわからなくてもとりあえず勉強していると思います。ではなぜ勉強をするのか。ちゃんと理由がわかっている人は少ないと思いますので、僕なりの回答をお伝えします。それは3つあって、1つは何かを学ぶ力が身につくということ。イラストにしろ何にしろ感覚だけでは成長が遅くなりますし、吸収できる数に限界があります。勉強で何かを学ぶ力を身につけておくとぐっと楽になります。また、2つ目は進路の選択肢が増えるということ。イラスト1本で食っていこうと中高生の時に腹をくくっても、実際は家庭の事情だったり、画力が追いついていなかったり、もしくはイラスト自体に挫折してしまうことがあるかもしれません。そんな時、進路の選択肢が他にもあれば途方に暮れなくて済みます。多くの学生の方は、勉強する時間をイラストに費やすべきでは、などと、好きなことに全集中した方が良いと考えるかもしれません。もちろん、場合によってはそういう期間も必要ですが、大抵の場合は、ただ好きなことだけをやっていたいからという理由だったりします。僕も陥っていたんですが、好きなものや結果を手に入れる人は、勉強も好きなことも全力でやって両方とも手に入れているという人が多いです。そして最後3つ目は、教養が身につくということ。世の中には、授業を聞いていればわかるような基本的な漢字さえ読めない人がたくさんいます。教養が身についていると、もしあなたが会社員になったりフリーランスになったりした時の手助けになります。そして卒業するということはこれら3つのメリットを受けるための証明書のようなものです。せっかく在籍して学んだのならしっかり卒業しておきましょう。多くの人がもっと勉強しておけばよかったというのには訳があります。それは大人になると勉強したくても時間がなかったりお金がかかったりなかなか勉強できなくなってしまうからです。とはいえ学生の時に勉強しろと言われてもなかなかやる気が出ないと思います。なので対策として興味がある科目だけ頑張るという方法をお勧めします。これはもっと早く教えてくれよと思ったんですが、僕は学生時代物理や化学が苦手だったんですが、成績を上げるために時間を費やして頑張っていました。ですが実際はその後の大学入試でも就職のための試験でも物理や化学の科目はありませんでした。その時間をもっと得意な科目や取得したい科目に当てていればもっと良かったなと思います。共通テストは全科目あるかもしれませんが、大学の一般入試では2科目か3科目で受験できるところが多いです。その中でも英語ともう1、2科目だけというのは多いです。勉強があまり好きではないという方は、興味がある科目や好きな科目だけ頑張って、他の科目は赤点を取らない程度に授業を聞いてみてはいかがでしょうか。2、学校の資料集め。さすがに勉強の話ばかりだと切れられそうなので、絵に関するところで学校の資料を写真として撮っておくというのが挙げられます。教室や廊下など学校を描く機会というのは結構多いです。ですが、
中高を卒業してしまうと、学生がいる間に学校内の写真を撮るというのはまず不可能になります。高校生の時は気づきませんでしたが、大学はイラストに向いている教室などはあまりないので、これは高校生までの特権と言えるでしょう。友人に協力してもらえれば、リアルな学生の資料を撮ることができるでしょう。そしてそれはそのまま思い出にもなると思います。もし、イラストを描いているということを友人には言っていないという人がいたら、卒業までに仲のいい友人にはこっそりと伝えてみてもいいかもしれません。相手を選ぶ必要はありますが、実際、リアルの友人でイラストを描いていることを知ってくれている人がいると、気持ちが少し楽になります。イラストを描いていると、一人でいる時間が長くなるので、友人付き合いが自然と悪くなってしまうものですが、仲のいい友人が理解してくれさえいれば、あいつ付き合い悪いな、という負の感情が、あいつ頑張ってるんだな、という応援に変わるわけです。僕は今まで友人の誘いを何度も断ってきましたが、打ち込んでいることがあるという理由で断れば、大抵の人は理解してくれました。打ち明けることは勇気がいるかもしれませんが、相手を不快にさせることも減るので、少し考えてみてはいかがでしょうか。大学生専門学校生向け。ここからは大学生専門学校生向けということで、少し大人な話、つまりお金に関するお得な話をしていこうと思います。学生優待サブスクに入る。皆さんはどんなサブスクに入っていますでしょうか。Apple Music や YouTube プレミアムに入っている人は本当に必要なサブスクか考えてみてください。ここでは学生向けにお得なサブスクを展開しているサービスを5つ紹介していきます。まず1つは Adobe の Creative Cloud です。Adobe のアプリはイラストを描く人にとっては Photoshop や Illustrator などが挙げられます。他にも動画を編集する Adobe Premiere Pro などもこのサブスクに入っています。現在、これを社会人が使おうとすると、なんと月に5980円かかるのですが、学生なら1年目は1980円。学生であれば2年目以降も2980円で使うことができます。そもそも社会人向けが高すぎるというのはあるのですが、1980円で Adobe 使い放題というのは正直すごいです。しかも月単位でのサブスクなので、夏休みの間だけ勉強しまくるという使い方もありですよね。二つ目はオートデスクのサブスクを紹介します。オートデスクとは、クリエイティブ業界では 3DCG ソフトのマヤや 3DS Max が有名です。映画業界やゲーム業界ではマヤ、アニメーション CG や建築業界などでは 3DS Max が用いられることが多いです。オートデスクのサブスクはなんと、社会人では月に 36,300 円かかります。月に3万円以上ってめちゃくちゃ高いですよね。経費として計上するフリーランスならともかく、趣味では手が出せません。それがなんと、学生なら在学中は無料で使うことができます。3D 関係に興味があるという人は、今すぐ検討してみてください。ちなみに今はイラストレーター界隈では、フリーの 3DCG ソフト、ブレンダーというものが人気になってきているのですが、どうしてもフリーのソフトということもあって、機能面でも業界での使用率もオートデスクの方が高いです。ハイエンドの PC が必要で、習得の難易度も高いので、なかなか手が出しづらいですが、将来 3D 関係もやってみたいという人はぜひチャレンジしてみてください。時間をかけて学ぶには、学生の時がおすすめです。そして3つ目は、皆さんすでに入っているかと思いますが、Amazon プライムの学生会員をおすすめします。社会人でも月500円と比較的安いサブスクですが、学生なら半額でその恩恵を受けることができます。Amazon プライムは商品の翌日配送無料などのいろいろな恩恵がありますが、絵描きであれば Amazon プライムで映画やアニメなどをたくさん見ておくことをお勧めします。YouTube ももちろん楽しいしためになるのですが、映像作品としてしっかり作られたものを見ることによってプロのレベルを体感することができます。実は近年、全世代共通で映画を一本見る集中力がないという人が急増しているようです。映画やアニメはただの娯楽だと思いがちですが、イラストを描くときのモチーフや構図、ライティングの参考になるだけではなく、すでに全世代共通のトークテーマとしても優秀です。実際僕は仕事をしていて、60歳のアニメオタクの方と仲良くなることができましたし、映画好きの上司とも話が合いました。学生の時はそんなことより勉強しなきゃなという気持ちもあったのですが、今はたくさん映画やアニメを見ていてよかったなと思います。ちなみに僕はイラスト作業をしながらダラダラアニメや海外ドラマを見ることが大好きです。4つ目はライブ 2D を紹介します。ライブ 2D は VTuber になるために必要なツール。
だけではなく、今やイラストレーターが自分でモデリングをして販売することも可能な時代です。そして、ライブ 2D は通常3年間プランが4万円ほどするのですが、学生であればなんと1万円ほどの価格で3年間プランに入ることができます。ライブ 2D をやっている多くの方が学生のうちに入っておけばよかったなと思っているかもしれません。また、ライブ 2D はイラストよりも人口が少ないので、他の人との差別化としても使うことができます。ライブ 2D に関する動画も出していますので、ぜひチェックしてみてください。そして最後5つ目は、タイムズのカーシェアリングサービスを紹介します。時間がある学生のうちに免許を取得するという人は多いと思いますが、自分の車を持っているという人はそんなに多くはないのではないでしょうか。タイムズのカーシェアリングは、通常月880円の基本料金がかかるのですが、学生では基本料金が無料。乗った時間分のお金さえ払えば、好きな時に好きな場所で車を借りることができます。どうして一つだけ異色なサービスを紹介しているのかというと、このサービスは学生で申し込むとそこから4年間の月額料金が無料になるという超お得なサービスだからです。勘のいい方ならお気づきかもしれませんが、これは大学4年生の3月に登録すれば、卒業しても4年後までは無料で登録することができるわけです。今は実家の車が使えるという人も一人暮らしなどをするかもしれません。4年間の間に車を借りる可能性があるのなら登録しておいて損はありません。学生のうちに入っておくべきサブスクについて5つ紹介しました。アドビなどについて少額でもお金を払いたくないという人がいるかもしれません。なので、学校では教えてくれない残酷すぎる世界の真実をお伝えします。一つはソフトを使えないと仕事に就くことすらできないことがあるということ。例えば、広告業界ではアドビのフォトショップ、イラストレーター、映像関係ではすでにアドビのプレミアプロが浸透しています。3DCG 業界ではブレンダーではなくオートデスクが圧倒的なシェアを誇っています。そして、これらのソフトが使えないと就職するどころか面接にすらたどり着けないことがあります。ちなみに、フォトショップは使えないけど、クリスタで同じことができますと言っても、残念ながら企業は聞き入れてくれません。仕事をする上で、会社内、会社外で同じファイルを複数人が使用できる必要があるので、全員が同じソフトを使用するのです。もちろん、新卒レベルでこういった技術を設けない会社も多いですが、そういう時に何を参考にするかというと、学歴や面接での受け答え、ポートフォリオなどになります。こう聞くと少しは勉強しておこうという気持ちになるかもしれません。アドビの勉強はしたいけどお金がという人がいるかもしれませんが、残酷すぎる世界の真実二つ目としては、誰も個人の金銭的な事情は気にしてくれないというのがあります。会社からしたらできるかできないかの二択になってしまうわけです。学生時代に投資できるかどうかというのはとても重要なポイントです。というわけで次の項目では、無理やりお金を捻出する方法を一つ紹介します。4. 年金サブスクを休会。残酷すぎる世界の真実の三つ目としては、日本国民であれば20歳になると強制的に始まるサブスクがあるということです。それはご存知、国民年金です。正直僕は雑に生きていたので、社会人になるまで年金は払わなくていいんだろうと思っていました。ですが、20歳になる誕生日あたりになると、急に請求書が来たので慌てた記憶があります。しかもこれが、60歳まで毎月1万6000円取られるというのだからたまったものではありません。本当にアドビが優しく感じられます。もちろん、勉強に忙しい学生で年金を払えないという人が多いと思うので、そういう人のために学生納付特例という猶予制度があります。もしかしたら学生の方で親に払ってもらっている人がいるかもしれませんし、自分で頑張って払っている人がいるかもしれません。ですが、猶予したお金を自分のための教育に回した方が将来的に得られるメリットは大きくなるかもしれません。そしてこの学生納付特例というのは、10年以内であれば後から支払うことが可能です。そして支払いをしなければもちろんもらえる年金は少し減るのですが、それ以外は特にデメリットがありません。ちなみに、学生以外の人が年金を支払っていない場合は、普通に財産を差し押さえられたりするので、この学生納付特例というのは、めちゃくちゃ優しい制度になります。それからこれ、最近気づいたんですが、社会人になってからお金に余裕が出てきて、学生の時に払っていなかった分を払えば、税金控除の対象になるので、収入が少ない学生の時に無理に払うよりもお得になるんじゃないかなと思います。詳しい方がいたらコメント欄で教えてください。全世代向け。5. 卒業してからでも遅くない。
今まで散々学生向けの話をしてきましたが、すでに卒業しちゃったよという人や進路に悩んでいるという人にお伝えしておきます。通信制大学や専門学校には社会人をやりながらでも通うことができますし、通学課程より圧倒的に学費が安いことが多いです。そして先ほど話をしたサブスクや年金の特例などの制度も利用できる学校は多いです。詳しくは興味がある学校を自分で調べてみてほしいのですが、注意点としてはやはり少しお金と体力、そして時間が必要ということです。学生の方が聞いていれば、大人になってから学ぼうとするとそれだけ大変だということを理解してもらえればと思います。 6. クレジットカードを作る。続いては大学生から社会人向けの内容です。クレジットカードには年収に応じて審査があって、年収が低かったり不安定だったりすると審査に通らないということがあります。クレジットカードの支払いができない可能性がある人には、そもそもカードを発行しないということです。学生であれば、親の信用でクレジットカードの審査を通過することができます。万一、学生が払えなくても、その親が払えれば OK ということです。逆に、独り立ちした新卒1年目で審査に通らないということもあります。また、数年働いた後に会社を辞めてフリーランスになろうという人がいたら、今のうちにクレジットカードを作っておきましょう。もちろん誰でも作れるようなカードというのもあるのですが、ポイント還元率が良かったり、保証内容がしっかりしているカードは作れるうちに1枚だけでも作っておいた方がいいでしょう。ですがもちろん、自分が使い込んでしまう可能性があったり、リボ払いの危険性などを熟知した上でカードを持たないという選択をすることはありだと思います。7. 機材を揃える。最後におすすめするのは活動のための機材を揃えるということです。機材が揃えば活動が可能になりますし、いい機材が揃えば上達や技術が向上してやれることが増えます。そして機材についても学割が効くものがあったりします。例えば Apple 製品は常に学生向けの割引を行っていますし、ペンタブの最大手 Wacom も定期的に学生向けセールを行っています。社会人になってお金に余裕が出たら買えばいいやと思っている方は多いと思いますが、そこまでの時間と学割分のお金の両方を損することになるということを理解しましょう。残酷すぎる世界の真実としては、社会人になったとしてもお金に余裕があるわけではないということを伝えておきましょう。それでは今回の動画のまとめです。卒業までにやっておくこと7選。1. 勉強する、卒業する。2. 学校の資料を集めておく。3. 学割サブスクを活用する。4. 年金サブスクの休会を検討する。程度を知っておくだけでも OK です。 5. 学生になるのは大変だと知る。ですが大人になってからでも間に合います。 6. クレジットカードを作る。 7. 機材を揃える。いかがだったでしょうか。今回の内容は僕が学生の時に何十時間も調べたり経験したり後から後悔したりしたことをまとめた動画なので、きっと何かの参考になったんじゃないかと思います。他にも映画館や美術館などに学割で入れたり、学校までの定期圏内で面白いところや景色がいいところに足を運んでみるというのもいいと思います。他にも学生のうちにやっておいてよかったことや、やっておけばよかったなというものがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。イラストを描く同志としてみんなが得できればいいなと思います。最後に今回の動画の終わりの言葉です。経験が大事ということでした。いろいろなサブスクの情報などを話しましたが、結局すべては何かを経験するための手助けになることです。部活に全力を注ぎたいという人は、その経験を全力で積むのもいいと思います。ずっと勉強ばかりするのではなく、遊びに行くという経験も大事だと思います。いろいろな経験を積んで、素敵な作品を作れるようになってもらえれば嬉しいです。このチャンネルでは、初心者からの独学でのイラスト上達に関連する情報を発信しています。質問や感想などがありましたら、ぜひコメント欄で教えてください。また、高評価やチャンネル登録などいただけましたら幸いです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。